こんにちは、皆さん。今回は古代エジプトのピラミッドの石の切削方法について、最新の考古学的知見をもとに解説していきます。ピラミッドの巨大な石ブロックは、非常に正確に切り出され、均一な形状を保っています。しかし、古代エジプト人がどのような道具で、そして技術を使ってこれらの石を切削したのかは、長らく謎とされてきました。従来の説では銅製の石膏具を使って手作業で切削したと考えられていました。しかし近年の研究で銅工具では巨大な石を精密に切削することは難しいことが分かってきました。そこで注目を集めているのが湖水などに含まれる砂の利用説です。水に含まれる砂粒を研磨剤として使い、ロープでこすりつけることで石を切削していた可能性が指摘されています。実際にアブシールの石窟遺跡では、あたかも研磨痕のような細かい溝が残されていることが確認されています。この説が正しければ、古代エジプトではかなり高度な技術が用いられていたことになります。一方、紀元前2500年頃から登場した銅製の石膏具についても新たな発見がありました。従来の像が覆されつつあるのです。ナクール遺跡で出土した銅製石膏具の切れ味は想像以上に優れていることが分かったのです。その切れ味は現代の金属工具に匹敵するほど鋭利で、硬い花崗岩さえも簡単に切れることが確認されています。このように新たな実験的検証により、古代エジプト人の道具の高性能ぶりが次第に明らかになってきました。単なる石器時代の延長ではなく、ある種の金属加工技術が存在した可能性が高まっています。しかし石の切削は一筋縄ではいかない作業です。大きさにも正確さにも驚くべきピラミッドの石ブロックを切り出すためにはさらなる工夫が必要だったはずです。その一つの手がかりとなったのが昨年のダハシュール遺跡での発見でした。ここで粘土で固めた砂の型を使って石を切り出していた痕跡が発見されたのです。型にロープを通し、中の砂と水で研磨しながら石を切り出す方法だったようです。非常に正確な切削加工が可能だったことが分かりました。ピラミッドの建設現場でも同様の方法が使われていた可能性が高く、この高度な加工技術なくしてはピラミッドは建設できなかったと言えそうです。一方、最先端の化学分析では石ブロックの切削面に熱の痕跡が見られることも判明しています。つまり火を使った加熱切削の技術も併用されていた可能性が出てきました。エジプトの気候を考えると太陽熱そのものを利用した切削も考えられます。石に水を含ませある程度加熱した上で切削すれば、さらに滑らかな切り口が実現できたでしょう。さらに衝撃的な発見もありました。アブシール遺跡からは直径4ミリメートルほどの小さな穴の加工痕が見つかっています。これは機械的な回転切削の痕跡ではないかと見られています。もし回転工具を使った切削が明らかになれば、古代エジプト文明の技術レベルを見直さざるを得なくなります。金属工具に加え発達した機械加工の存在を示すことになるためです。すでに従来の考え方は大きく修正を迫られており、新たな知見がさらに革命をもたらす可能性もあります。切削工具の進化とともに石の切り出し方そのものにも変革があった可能性を指摘する研究者もいます。つまり技術の進歩に伴い最適な切削手法が変化したという見方です。例えば水と砂による研磨切削から高熱を用いた焼き切りへと移行した可能性があります。さらに機械的な切削技術まで発達した段階では作業効率を最大限に高めた方法に変わっていったのかもしれません。
このように長い年月の中で様々な技術革新が断続的に起きた結果、最終的にピラミッドという偉大な石像建築物が完成したとも考えられるのです。つまり道具の発達のみならず、作業工程そのものの改良を繰り返し、ようやく精緻な石切り出しが可能になったという過程をたどっていたのかもしれません。一方で痕跡からは未だ解明できない点も多く残されています。例えば長さ30メートルを超える超大型の石ブロックがどのように切り出され運搬されたのかは不明です。この手の大規模な切削作業にはさらに別の技術が使われていた可能性があります。地震波や音響振動を利用するなど想像を絶する方法が存在した可能性すらあります。いずれにしろピラミッドの石の切削については次々と新発見がなされ続けています。従来の想像を超える高度な技術が実在した可能性が高まりつつあるのは確かです。これらの知見が蓄積されれば未だ解明されていない文明の技術的進歩の実態が明らかになるかもしれません。さらには現代の石工業にも新たな切削技術をもたらすかもしれません。現代の切削工学から遡れば古代エジプトの道具や加工法の全容が一つずつ解明されていくはずです。そしていつの日かピラミッドの石の正体が完全に明らかになるのかもしれません。石の切削方法について先ほどの説明からもわかるようにさまざまな技術的可能性が指摘されています。しかし近年の科学分析によりこれまで見落とされてきた新たな手法の存在が浮上してきました。それは古代エジプト人が火薬のような爆発物を使って石を切削していた可能性です。石の切り口に見られる特徴的な痕跡から衝撃的な仮説が立てられているのです。ピラミッドの石材には通常の機械的な切削痕跡とは明らかに異なる特殊な亀裂模様が確認されています。この亀裂パターンは爆発による衝撃波がその原因ではないかと考えられています。具体的には法輪理論と呼ばれる仮説が有力視されています。これは石の内部にあらかじめ穴を開けそこに火薬のような爆発物を詰め起爆させて切削する方法です。カイロ大学の研究チームはこの手法によって生じる亀裂のシミュレーションと実際の石材の亀裂パターンを比較検証しました。驚くべき一致が見られたのです。つまり穴に爆発物を詰めこれを起爆させることで石を効率的に切削できる可能性が浮上したといえます。これが事実だとすれば古代エジプト人はかなりの科学知識を有していたことになります。さらに複合爆薬による亀裂誘発効果の可能性も指摘されています。硝石のような酸化剤と硫黄や木炭などの還元剤を混合した爆発物を使っていた可能性があるというわけです。このタイプの火薬は紀元後に発明されたと考えられていましたが紀元前から存在した可能性を示す発見となります。文明史の見直しにもつながるでしょう。一方で火薬説に疑問を投げかける研究者も存在します。爆発による衝撃波で切削した場合石材の周辺部にも大きなダメージが生じるはずだと指摘するのです。しかしピラミッドの石材には明らかな周辺破壊は見られません。つまり爆発物を使っていたとは考えにくいという反論があります。加えて爆発衝撃では正確な切削ができないことも指摘されています。爆発力のコントロールが難しく、綺麗な切り口は得られないはずだと考えられているのです。そこで、別の説として熱切削の可能性が再浮上してきました。高温を利用した旋盤加工のような手法が使われていたのかもしれません。実際に、
一部の石材には350度以上の高熱にさらされた痕跡が残されていることが分かっています。この高熱が切削に利用された可能性は十分にあります。しかし単に熱を加えただけでは精密な切削は難しいことが知られています。そこで発熱体ドレッシングと呼ばれる技術の使用が想定されるようになりました。これは検索剤を含んだ粘性液を切削面に注ぎ、発熱体を回転させながらこすりつける方法です。高温で加熱しつつ研磨剤によりきれいな切削面が得られるというわけです。高温と研磨の複合効果によって大理石やガラスのような軟削材でも精密加工が可能になると考えられています。さらに注目されるのが音波の利用可能性です。超音波振動を用いて石の結晶構造を壊し切削する手法が想定されているのです。これは現代の超音波切断技術のルーツともなり得る発想です。音波振動によって局所的に高熱が発生し結晶を切断できるという原理を古代から活用していた可能性があります。非常に高周波の振動を利用することで水冷しながら石を精密に切削できたと考えられています。発熱体ドレッシングとも組み合わせることで高精度化が図られた可能性もあります。さらに衝撃的な指摘もあります。それはアノマロース電解と呼ばれる現象を応用していた可能性です。これは電解質を加えた液体に電圧をかけると通常の電気分解とは別の反応が起きる現象です。ある条件では鉄製の工具も瞬時に溶解するほどの強力な酸化還元反応が生じます。こうした反応を石に応用し加工していた可能性が指摘されています。液体につけた石の結晶構造を化学的に分解し精密な切削を実現したのかもしれません。音波との組み合わせも想定されており、実に複合的な最先端技術が古代エジプトには存在した可能性さえあるのです。また一部の石材には特異な放射線の痕跡が残されている事例も報告されています。高エネルギーの粒子線を石に照射して加工した形跡と指摘する研究者もいます。もしそうだとすれば高度な核物理学の知識さえ備えていた可能性を示唆します。当時の文明がいかに驚異的なものだったのか改めて見直す必要が出てくるでしょう。こうした仮説の的確性は今後の科学分析によって確かめられていく必要があります。しかし従来の常識を超える発想が次々と提起されていること自体が注目に値するのは間違いありません。ピラミッドの石の切削方法を解明すれば当時の技術水準のみならずそれを支える科学的知識の実態も明らかになってくるはずです。そしてそれらの知見が現代の産業分野に還元されれば目覚ましい技術革新をもたらす可能性もあります。例えば極限ナノスケール加工技術など全く新しい次元の切削技術につながるかもしれません。文明史の謎を解き明かすだけでなく未だ見ぬ新技術の開発につながるかもしれません。古代と現代が驚くべき形で交差するのです。ピラミッドの石が未来へと続く鍵を示してくれるのかもしれません。